はい、こんにちは。やり直し英語達成道場、市販台の深夜ですえ。今日は僕の動画セミナーの受講生の方から嬉しいご報告をいただきましたので、その体験談をシェアしたいと思います。でそれはこちらです。瞬間演作文のブレイクスルー体験談のシェアということで、えー、今回ご報告いただいたのがノアさんですね。ペンネームノアさんという方からいただきました。でまず今ノアさんがどういうトレーニングをしているのかというね背景をお伝えしておくと、まず瞬間演作文をやってますと。 僕が作っている瞬間演作文のコース動画コース9ヶ月コースなんですがそれを今受けてますと。であとプラスアルファで音読もやっています。僕が作っているハイブリッド型英語トレーニング動画セミナーっていうのはねあります。でそれで使っているテキストはこのニューホライズンのねテキストです。でこの2つの 動画セミナーに共通するのは、僕が動画の中でイメージ文法を使って解説しているということですね。なので、まあ、文法ルールを伝えるだけではなくて、えー、なぜこういうルールが生まれているのか、この単語のニュアンスは何なのかというのをネイティブのイメージでお伝えしているというのが、このね、シリーズの特徴になります。で、これを受けてくれているノアさんからいただいたのがね、今回のメールになります。では、そのまま読み上げていきますね。 え今日はとても嬉しい体験をしたので、思わずメールさせていただきました。現在、瞬間演作文、ユニット127まで来ていますえ。毎日瞬間演作文を反復しているのですが、ユニット127はまだ2回繰り返しただけでした。なので、日本語が流れても何だったかなと考えていた時、日本語を思い出しえ、例えば1番目の、私は今から注意深くなりますという単語あ、文章ですね。で、これを、 瞬間的に英語に変えようと思った時にまず私はだから I ですと。でこれからなんだから未来のことだから Will を使おうと。で注意注意深くってのは Careful。でこれは形容詞だから B e 動詞が必要とかね。であと、えー、今を起点にするってところだから From now。でさらにこれから続いていくっていうニュアンスを加えたいから On っていう、えー、こういう言葉がパパパッと頭の中に浮かびましたということです。で2番目の 文章彼から連絡がありましたかっていう例文も同じく、えー、まず過去から今につながっているっていう感覚だから「Have」を使おうとでさらに、えー、彼を起点にして連絡がやってくるだから from だ「from」だということで「Have you heard from him?」っていうふうな文章が出てきましたということでしたこんな感じで丸暗記ではなくうまく言えないのですがこのニュアンスだから「will」を使おうとか 文法として B 動詞が必要だとかなんかパーッとわかる気がしたんですこんな感じ初めてだなとどうしてこの単語を使うのかここは未来系なのかが何かスーッと分かって話せた感じがしました英語を話せるようになる道のりの中では些細なことかもしれませんがとっても嬉しかったですし先生の講座でこんなに毎日続けることができた中での変化でしたのでご連絡しました、えー、少し何らかのステップアップはしているのでしょうかもしかしてブレイクスルーなんてということでね でさらにその後ですね、えー、また面のやり取りがありまして、えー、その続きがですね今までは覚えよう覚えようとしていたのですがユニット128でも日本語を見て自分でここはこう語順はこうと納得して口にしてる感じがしてやっぱり今までとは何か違う感覚です今までにない不思議な感じですまた改めて思いますが、えー、今回の瞬間作文コースが続けられるのは先生の動画配信があり 発音、文系解説、文法解説がセットになっているからだと思いました。それぞれを自分で勉強すればいいのかもしれませんが、今まさにこれから口に出して練習する文についての理解ができて、練習するところに本だけとは違う良さがあると思います。えー、毎日毎日先生の動画を見て少しずつ理解して口に出すことを毎日繰り返して、ここまで来れたんだなと思います。ということでね、えー、嬉しい声いただきました。でさらにですね、こう続きがありまして、えー、昨日ご連絡してからハイブリッド ハ型英語トレーニングこの音読の方ですねえこちらの方も以前とは違う感覚ですえ正直ハイブリッドの方は CD のように早く口を回してかっこよく喋ることに気を取られていましたえわあ英語ペラペラだねと言われたいなと心のどこかで思っていてでも音読していたら勉強だーみたく意識しているわけではないけれど動詞が来て同名詞これは名詞と納得できる感覚がします 例えばこのニューホライズのテキストですねこのテキストのユニット19のルーシーのセリフにこういうのがありましたと。Let's cheer each other on っていう言い方ですね。でこのセリフを見た時にこの「on ですねここはくっつく感覚ってところから「ずっと」っていうね続いていくっていうところこのニュアンスだろうなっていうのを感じたりしますと。 ということでね、今はテキストの日本語を英語にすることが少しできつつあるようですがこの積み重ねで次は自分の言葉を英語にできる時が来るのでしょうかその辺りも知りたいです」と「えー、すみません長くて長文になってしまいました」自分のことですが、が、えー、私もこのの体験が何なのかを知りたいです。ということでね、えー、ご報告いただきました。 ノアさんありがとうございます、えー。これは間違いなくブレイクスルーと言っていいかなと思います。えー、明らかに今までとはちょっと違った形で英語が見える,見えるようになるっていうね。えー、これ結構ね、あの英語トレーニング、まあ、特に瞬間演作文とか音読を続けていると起こる現象です。のでね、えー、今回まあ何が起こったのか、ノアさんに何が起こったのかというのをね、詳しく解説していきたいと思います。えー、まず、英語を話すときにですね、文法がどれだけ意識できるかっていうののレベルがあります。 え、大きくまあ4つあるかなと思っていてまあ、こんな感じですね。まず、一つ目は単語を並べるだけのステージ。まあ、これはほとんどの人がここからスタートすると思いますね。まあ、文法を知らなければ、単に知ってる単語を並べるだけという感覚です。まあ、例えば極端な例で言うと、私は英語を勉強してます。っていうのに、私は I 英語 english。 勉強してるスタディ y みたいなね「IEnglishStudy」みたいな、まあ、そういうふうに適当に単語を並べる、まあ、日本語の語順で並べちゃうっていうのがこのねステージ1になるかなと思います。で次が文法ルールを知るということですね。まあ、さっきの例文で言えば「i s t u d y e n g l i s h って感じで、まあ、主語動詞その他っていうねこの順番で喋るんだよっていうルールを知るという状態ですね。 であとは、まあ、さっきのこのぐらいの長い文章だったとしても、I'll be careful って言った後に、from now on で一つの塊で覚えるみたいなね。まあそういうようなステージっていうのがあります。で、次のステージ,ステージ3ですね。これは文法ルールの理由がわかるというね、段階になります。えつまり、今ちょうどノアさんが体験しているところですね。なぜここで from が使われるのか。ここは続いていくから on だ。くっつき感を表す on だみたいな感じで、そのなぜこの 例文になっているのか、なぜここにこの単語が使われているのかとかこの並びになっているのかということが腑に落ちるっていう段階がステージ3なんですね。なので多分今このノアさんがこのちょうどこの中に入っていると思うんですよ。この今までの文法ロールを知るからこの3番に入った瞬間が今ちょうど僕に報告していただいたところだと思うんですよね。 でこれいつ体験するかっていうのはね人によって違いますのでもし仮にあなたが今までねこの「瞬間作文」とか「音読」の僕のコースを受けてて「いやそこまで大きなブレイクスルー感じなかったと,と思ったとしてもあの大丈夫です安心してくださいあの人によってそのブレイクスルーが訪れるタイミングっていうのは違いますしもともとそれを分かってる方もいるので、えー、もうそのステージにいるっていう人もいるんだよねたまにねあの受け始めたタイミングがどこにあるかによって全然人によって変わってくるのであの結構バックグラウンドって大きいんですよね どのタイミングでそのコースを始めるかっていうのも大きく関わってきますので、まあ、今回のアさんの場合だと最初は本当にルールをただまらんきしてただけだったのが今回ですね、えー、このコースを受けている最中に次のステージに入ったという感じですで4つ目今度は文法を自由に使えるという形です今の段階だとまだ音読トレーニングであればそのテキストの中に用意された英文がありますよね自分でこれ用の文章を考えているわけではないですよね ですし瞬間英作文の方も日本語で「日本語でこう言ってください」っていうね、えー、いうような、えー、例文がついてます、まあ。例えば「彼から連絡ありましたか?」って英語で言ってくださいっていうふうな、えー、もう例文が決まってますよね。なんでその分、まあ、英作文の方に集中力をこう避けるんですよね。っていう段階です。でここから先が、まあ、文法を自由に使えるっていうところで自分が言いたいことを思いついたことをその場でパーンと英語にしていくことができて。 でしかもかなりの精度で正確さで話すことができるっていうね、まあ、そういうステージですで今後ですね、まあ、どういうふうにその話せる状態になっていくのかっていうところなんですが、えー、まずですねこのことをね、えー、覚えていただくといいかなと思います、えー、自分の言葉で話すってよく言われますけどこれってね3つの作業が必要なんですよね、えー、まず最初に内容を考えます、まあ、例えば誰かと話している時にオンライン会話の先生と話している時にあそれに対して私はこう言いたいっていうね えー、思いが自分の中に浮かびますよねあこういうことを言いたいなと、まあ、日本語で浮かぶのが普通だと思いますけどで今度それをどういうふうに言おうかなと思った時にまず単語を思い浮かべますね、えー、その自分が思ったことをどうやってその英語に変えるかって時におそらく単語が分からなければそもそも言葉が出てこないので。 でこの単語をじゃあ今度どうやって並べようかっていうね正しい文法で話すっていう作業です。でこの3つができないとこの自分の言葉で話すっていうことはできないんですよね。で結構このね文法の部分に強くフォーカスしがちなんですが実はこの2つがね結構話せる度合いに大きく関わってきてこの内容を考えるところですね特に。 あの自分が今まで日本語でも考えたことなかったような内容を振られた場合ってもう内容を考えることだけでこの脳のキャパシティをもうかなり使ってしまってでいっぱいいっぱいになっちゃうんですよね。でいっぱいいっぱいになってしまうと他のこの2つがおろそかになってしまって、えー、簡単な単語でも思い出せなくなってしまったりだとかあるいは 練習の時には正しい語順で喋れてた,ったのに、自分の言葉で喋ろうと思った瞬間に一気にこの語順が崩れてしまうっていう、そういう経験される方結構多いかなと思うんですが、えその理由はね、そこなんですね。この脳の100%のキャパシティがあったとしたら、この100%の中のどのぐらいを避けるかってことなんですよ。各項目に対して。 まあ単語に関してはねもう知らない単語に関してはもうしょうがないですでも知ってる単語を思い浮かべられるかどうか思い出せるかどうかっていうのは結構ねその脳みその余裕にも関わってくるのでその余裕がない状態内容を考えることだけでいっぱいいっぱいになっているときにはもう言われればわかるような単語でも思い浮かべなくなっちゃうということがよくありますああそうだった言われてみてあそうだなんでこの単語が出てこなかったんだろうってね思っちゃいます で、文法もそうですね、えー。練習の時には散々正しい文法で言えてたのに、なんか英会話になるとなんか無茶苦茶になっちゃうなーっていうね、まあそういう経験される方多いんじゃないかなと思うんですが、まあそれはそれが理由ですね。という形なので、えー、今回ノアさんが入ったステージというのはここなんですよね。この正しい文法で話すっていうところが新しいステージに入りましたので、まあまずはそこをですね、自分を褒めてあげてほしいなと思います。まあこのステージに入るためには、すごく毎日、 声に出すっていうね、ね積み重ねが必要なので、その積み重ねななななししでででで、はは。絶対到達できないエリアなんですよ。ここに関してはなので、まあ、まずはそこをあのすごく受け止めて、えー、頑張ったな、自分っていう風に思ってもらうといいかなと思います。そして自分に自信を持っていただいて OK ですね。えただ、今後ですね、オンライン会話とかを受けていくにあたって、えー、おそらく、あれっていうね、練習では言えるのに本番で言えないっていう体験をするはずです。で、その時にはぜひこの話を思い浮かべていただくといいかなと思いますね。えー、もしかしかたら、 話す内容が自分に合っっていいななかったかかたもしれないとかね、えー、そもそも単語が自分の中で、えー、知らない単語が多すぎたかもしれないみたいなそんな感覚ですね。でそうなった時に結構その単語帳をやろうとかっていう方向に行きがちだと思うんですが、えー、僕は個人的にはですねこの音読トレーニングの中で、えー、ボキャブラリーを増やしていくことをおすすめしています。 でなんでかっていうと結局自分の言葉で話そうと思った時って必ずその正しい文法の中で話しますよね言葉に出しますよね。でも単語帳ってこう単にこう言葉が並んでるだけなのでそれを文章の中でどう使えばいいのかっていうそのモデルがないことが多いんですよ。なのでもし単語帳を使いたい場合別に単語帳ダメって言ってるわけではないんですが単語帳を使,使って効率的にドカーンと単語を増やしたい場合はその例文の方を音読するようにしてください。その 単語だけじゃなくて単語だけじゃなくてその単語はどう使われているのかって短い例文が載っている単語帳を選んでで例文の方を声に出すことができればこの自分の言葉で話すっていうふうには形にできますのでね。はい。というところですねで。あとは内容もそうですね。内容も自分が話しやすい内容で喋ってもらう。まあオンライン会の先生とレッスンするのであればトピックを自分で選ぶということですね。相手任せにしないということです。というところですね。 なんで、もし今後ですね、お話をする、英会話をする機会があったら、えー、まあ、今練習で出せてる力が100%出せる時もあれば、出せない時もあるっていうのをね、なんとなく心の片隅に、えー、留めておいてといただくといいかなと思います。まあ、ただ、今回のこのノアさんの体験というのはもう間違いなくブレイクスルーなんですよ。今までなかったエリア、今までは到達できなかったエリアに入った証拠になりますので、結構ね、これってね、 体験すると病みつきになってしまうことが多いかなと思います。またこのブレイクスルーを、次のブレイクスルーを体験したいっていうことでね、次のモチベーションにまたつながっていくってことがあると思いますので、まあ、とりあえず今回ですね、ノアさんは、えー、新しいステージに入ったということでね、えー、おめでとうございます、えー。ぜひね、なんか自分を祝う。 意味も兼ねねてです、ね、なんかケーキ買って食べるとかまあそういうことをしてもらうといいかなと思います。英語学習ってすごい長い道のりなので、えー、もう100%なる日はないと思っていただいていいかなと思います。僕もまだね発展途上なので。なのでまあなんか自分の中でちょっと一つブレイクスルーを経験したり何か例えばトイックとか英検とかで結果を出したっていうタイミングがあったとしたら、まあ、そこでですね、まあ、自分を褒めて で、何かこのお祝いをするみたいなね。そういうことをやっていくと、結構モチベーションのキープにつながりやすいですし、もしよかったら、今現時点でどう感じてるのか、何かその変化を感じた瞬間って、時間が経つと忘れちゃうんですよね。もうそれが当たり前になっちゃうので。なので、今こんな風に感じてますよっていうことを、まあ文章に書き留めたり、あるいはスマホを使ってボイスメモでこう喋っておく、ボイスメモに記録しておくみたいなね。えそういうのもいいかなと思います。まあ今回、ノアさんはね、僕にメールを送ってくれたので、 なので、まあ、多分このメール送ったメールが残ってる限りはその時の感覚っていうのはね見返せばまた思い出せるかなと思うんですがまあ、おそらく今後ですねノアさんは、えー、今の状態この文法が理解できてる状態っていうのが、まあ、デフォルト状態になってしまうと思いますので、えー、なのでまあ今後ですねこれが当たり前になった時に「あできてない私は」ってそのできてない場所の方に。 意識が向いいちゃっっててててできてる部分っていうのをね忘れてしまいがちなので、まあこの動画を見ているあなた自身もぜひですね本当に小さなステップででいいですちょっと何か変化が起こったと思ったらその変化を書き留めておくということをやっておくといいと思いますなんか自分の中の,その上達体験ノートみたいのを作ってでそこに今感じていることっていうのをね小さな変化でもいいので書き留めていく例えば今まで知らなかったこの文法のルールを知ってあそうなんだって気づいた。 だかから、それについて書くとかね、えー、今まで知らなかったことが知れたちょっと気分がいいとかっていう感じで小さな小さなこのねステップアップってのをできるだけこう書き留めていくと自分がへこんでモチベーションが落ちた時にもう一度見返して「あ自分は上達してるじゃん」っていうふうに思える日が来ますので、えー、ぜひねそういうふうにこう自分の上達をね文字に書くっていうのをねぜひ試していただくといいかなと思います。 はい。ということでね、今回は瞬間作文のブレイクスルー体験談シェアということでね、ノ、え、ア、ー、さんからいただいたメッセージを、えー、共有させていただきました。で、えー、もしあなたが今ですね、瞬間作文これから始めようかなとか、音読トレーニング始めようかなと思っている場合は、まあ、こういう日が来るかもしれない、ね、と思いながらやっていただくと、えー、結構モチベーションのキープにつながるかもしれません。で、まあ、今回ノアさんおっしゃってたように、まあ、ユニット128まで来て、 でそこでこれを感じていますので、まあ、128って結構な数なんですよ、えー。これユニットですからね。1ユニットだいたい10本から 12, 12本ぐらいかなの例文が入ってますので、まあ、そう考えるとまあ、100ですよね。100を超えたらもう1000本超えてますよね。なんで1000本以上の例文を60回です。1例文につき僕60回っていう回数を課していますので、えー、1000本以上の例文を60回声えだして、 でそこでで到達できたたって考えたらまあそういうようなもんなんですよね英語ってね結局毎日毎日繰り返すことでしか自分の理想には到達できないっていうジャンルだと僕は思っています。まあ、英語学習っていつかこう完成してもうそこで終わりっていうようなものではなくてどちらかというとその道ですねこの登っていく過程を楽しむっていうのがあると思うんですよね。 何かそのね、ここに到達したらもう究極の世界が待っているとかではなくて、この道のり道のりで自分の成長を感じられる。で、それを楽しむっていうようなね、そんな感覚でやっていただくといいかなと思いますので、えぜひね、英語学習、長い道のりですが、マラソンのようにですね、過程を楽しみながら進んでいただくといいかなと思います。はい、では以上です。Thank you for watching.See you later。スマホやタブレットでご覧いただいている場合は、 この動画の右下の逆三角形のマークを押していただくとこんな感じで下に説明欄が出てきますいろんな情報が載っていますのでよかったらチェックしてみてください